佐々木隆三は、日本の政治家。衆議院議員、衆議院安全保障委員長、文部科学副大臣を歴任。福井県福井市生まれ。福井県立藤島高等学校、早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。同大学院政治学研究科修了。松下政経塾に入塾。1990年、第39回衆議院議員総選挙に、 福井県全県区から無所属で出馬したが、9人中最下位で落選。1993年の第40回衆議院議員総選挙に再び、福井県全県区から無所属で出馬し、今度は自由民主党の山本拓に次ぐ2位で、初当選した。1994年、新進党の決闘に参加し、1996年の第41回衆議院議員総選挙では、 小選挙区比例代表並立制導入に伴い、福井一区から出馬。無所属の松宮伊佐夫や自民党の平泉渡るらを破り、再選。1997年末の新進党分党により、無所属の会を決闘し、代表に就任。1998年の主犯指名選挙では、 民主党のカンナオトに投票したが、2000年の主犯指名選挙では、福井県の林県、石川県選出の森吉郎自由民主党総裁に投票した。森への投票は、次期総選挙において自民党に入党し、福井一区から同党公認で出馬するための交換条件であったが、結局これは保護にされ、自民党は、前回の総選挙で佐々木に敗れた松宮伊佐夫、 福井一区で擁立。佐々木は2000年の第42回衆議院議員総選挙に無所属で福井一区から出馬したが松宮に敗れ落選。2003年の第43回衆議院議員総選挙では福井一区で自民党の松宮2679票の僅差まで詰め寄ったが再び落選。2005年小泉純一郎首相が成立に執念を燃やす。 郵政民営化法案に衆議院の採決で松宮が反対票を投じたため第44回衆議院議員総選挙で松宮は無所属での出馬を余儀なくされる。一方の佐々木は民主党に入党し民主党の公認を受けて出馬。福井一区には無所属の松宮、民主党の佐々木のほか松宮の再選を阻止するため弁護士の稲田智美が 自民党公認で出馬。佐々木は373秒の僅差で稲田に敗れるが、超福利候補していた比例北陸新越ブロックで復活し、5年ぶりに国政に復帰。2009年の第45回衆議院議員総選挙で、福井一区から民主党公認で出馬。稲田に再び敗れたが、前回同様に比例北陸新越ブロックで復活し、4選。二千十年九月、 関大一次改造内閣で文部科学副大臣に就任。翌2011年1月発足の関大二次改造内閣でも再任。2012年衆議院安全保障委員長に就任。同年の第46回衆議院議員総選挙で福井一区から民主党公認で出馬。福井一区で比例復活もならず落選。次期総選挙に再出馬する意向を示し、 2013年7月の選挙区割変更によって成立した新福井一区からの立候補を目指したが、2014年11月、第47回衆議院議員総選挙に際し、党本部からの公認を得られず、出馬を断念した。民主党県連は、代わりの候補の擁立に動いたものの、新一区に候補者を擁立できず、前回総選挙級一区において佐々木と議席を、 争いともに落選した、元福井県議会議員の維新の党公認候補に、選挙区を譲った。佐々木は、選挙再出馬について、他実を期したいと述べ、今後も政治活動は継続する意向を表明した。2015年12月の福井市長選挙に無所属で立候補したが、現職の東村真一に敗れ落選した。佐々木隆造氏、 衆院選出馬見送り民主党福井県連顧問2014年11月19日福井新聞ありがとうございます。